だいぶ修行も終わりに近づいてきたな。もう一度やってみるってばよ。いや、そこまでにしておけ。え、ばあちゃん？どうしたのですか？わざわざこんなところにまで。うん、実はお前たちに任務を持ってきた。任務？しかし、僕たちの任務は代わりにさくらたちが。今回の任務はお前たち、特にナルト、お前が最も遂行できる可能性が高い。俺が？どういうことだってばよ。詳しく聞いてみる必要がありそうですね。え、じゃあ鹿丸たちが暁のとこに。ああ、そこでお前たちには奴らの援護に回ってもらいたい。行けるか？ああ、任せといてくれ。暁は俺の真術でぶっ飛ばしてやる。よし、それでは今すぐ向かってくれ。事態は一刻を争う。はい。なかなかにしぶとい。強い。どうすればこんな奴に勝てるのよ。体が重い。シャリンガンを使いすぎた。久方ぶりに心躍る時間だった。だがそれも終わりだ。体が消えろ。そこまでだってばよ。こいつは。ナルト。いいタイミングだ。お待たせしました。大丈夫ですか？ああ、なんとかね。救援に来たってことは完成したのか？いえ、まだ5割程度です。そうか。けど、まあ見ててください。以前のナルトとは別人ですよ。こっからは俺がやる。無駄に粘りやがる。でもま、お前はもう限界だろ。お前一人でよくここまで戦ったな、
一応褒めてやるぜ。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。あ？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよバーカ。いくらピーピー吠えようが、結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。影寄せの術、そこがてめえの墓穴だ。あんたの敗因は俺を甘く見すぎたことだ。いつの間にこんな。前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるかお前でもわかるだろう。てめえ、人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな、俺たち一族だけが立ち入りを許されている。これから俺たち一族がずっとお前を見張っておく。てめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。
よくやったな、しかも。ああ俺の火の石、お前に託したぞ。じゃあな。